ももは母、ももは。皆さん、こんにちは。ももはです。はい。今回はね、やっていこうと思うのは、最近コメント欄とかで、肌最近白くなりましたかみたいな感じのコメントが最近増えてきたので、ちょっとそれについての回答動画みたいな感じでやっていきたいと思います。でね、最近使ってるね、スキンケアが、割と結構インスタライブとかでもめっちゃ言ってるんですけど、スパコラっていうやつを使ってて、なんかこれに白くなる成分が入ってるのかな？なんかコラーゲンとかがたくさん入ってて、ちょっとすごく肌にいいんですけど、これが割と白くなる成分が入ってるのかな？みたいな感じなんです。多分入ってると思う。うん、そう信じてる。じゃあそう信じてるんだけど、入ってる。で、それであともう一つ、いつもお風呂出た後にやってるのが、こちらのパックね、結構有名だからみんな知ってる方も多いと思うんですけど、このパックじゃなくてもとりあえずパックを私はつけてて、美白成分これも入ってて、なんかタイトルにも美白って書いてあるし、これは信じてる。で、はい、これを最近っていうかずっと使ってるから、その白くなりましたかって言われたあたりから、なんか毎日パックをしてますよ。これは30枚ぐらい入ってて、800円とかなのですごい安いんですよ。1000円いかなくて、すごい安くて、でも1ヶ月多分フルで全部使えるから、すごくおすすめだなって私は思います、このパックは。だから、保湿をすることってすごく大切。なんかちょっと今ウケない。保湿をすることってなんかちょっと美容系になった気分今。今すげえ美容系の気分なんだけど、ちょっと美容系って今みんな思ってもらってもいいよ。で、あともう一つね、これがすごい大きいんですけど、多分今、照明があるのもそうなんだけど、首と顔の色今違うじゃん。今知りながらも直さない。首と顔の色もちょっと違うじゃん。ちょっと今日、塗りすぎちゃった。はい、それは、私が最近使ってんのはこちらの、ウユクリームっていうクリームを使ってるんですけど、なんか日本語で、牛乳クリーム。クリームはなんだ日本語で。牛乳、でもクリームか。日本語でもクリームって言うもんね。なんだろう、なんか牛乳の塗るやつ。牛乳の塗るやつで、3CE から出てる 3CE ホワイトミルククリームっていう。結構 YouTuber でも紹介してる人多いのかな。なんかここ、後ろ見てもらえばわかるんですけど、これ韓国語ですっごいめっちゃ書いてあるんですけど、まあこれを読める方がいたら、ちょっと訳したものを、なんか、コメント欄に貼っても貼らなくても結構です。これを肌に塗ってる感じで、顔だけに塗ってる感じで、まあそれも変わった原因の大きな一つなんじゃないかなと思いますね。まあこれを取ったとしても前よりかは若干白くなったかななんですけど、でも別に色黒は色黒ですっごいね、とっても可愛いから、うちも日によって使い分けてますね。前髪を下ろしてる日は基本的にっていうか前髪下ろしてる日はウユクリーム塗りがちで、前髪上げてる時はちょっとアメリカン感も出したいから、アメリカン感って言ってんねん。アメリカン感。ごめん、全然面白くない。で、アメリカ感も出したいから何も塗らなかったりとかするし、日によって使い分けてますね。だから、まあ、みんなも使い分けてくださいって言ったら変だけど、まあそれが私が白くなったっていうか、白く見えるようになった原因かなって思います。これの参考に。じゃあみんなもね、まあもし参考になったなって思ったらぜひ、参考に何リヒュチ今何落とした？参考にしたいなと思ったら参考にしてくれたら嬉しいし、ああ別にうちはいいやと思ったらまあ別の違う方法でも考えてください。あと大切なのは割と日焼け止めとかもね、結構大切だなと思います。うん、でも顔面に塗るんだったら50プラスは結構強いから、30プラスとか25プラスのものを顔面につけて、50プラスとかを使いたいんだったら体につけるといいのかなって私は思います。それでは皆さん見てくれてありがとうございました。バイバーイ。ここのさ、腫れがすごい気になるよね。なんか、夏になると毎回、日光が主張強めになると、毎回なんかこういうやつができる。うち日光アレルギーなのかな？これ日光アレルギーの疑い？そんなことある？ちょっと怖い。誰か日光アレルギーについて調べてください。